父と子と聖霊との御名によりてアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、改めて私たちの主イエスキリストのご降誕のおめでとうございます。お喜びを申し上げます。そして、私たちの主の多くのお恵みが皆様のもとにありますようにお祈り申し上げます。ところで、皆さんご存知かもしれませんけれども、この前の12月の8日、教皇様はフランシスコ教皇様は、12月8日から来年の12月8日まで1年間聖ヨゼフの特別青年ということを宣言されました。そして聖ヨゼフに対するお祈りをすることによって特別の全職優が得られるとか特別のお恵みが与えられるとされました。これは有効な、全く正当な、もので、私たちはこの機会を逃さずにたくさんのお恵みを受けたいと思っています。そして特に、聖ヨゼフが普遍教会の全世界における教会の保護者として宣言されて150周年を祝うこの特別な時ですから、私たちはもう聖ヨゼフ の名誉のためにも特別の行進陣を行いたいと思っています。それが私のこの信念の決心であると同時に、これはとても、密接にかなったものだと思います。なぜかというと、天使様は私たちにいろいろな出来事を通じてご自分の意思を与えます。例えば、聖家族は、ベトレヘムに行かれましたけども、なぜかというとそれはローマ皇帝が人口調査をしたからです。ですから天使はご自分の家ではなくて、旅の途中でお生まれになりました。ベトレヘムで生まれました。予言を成就されました。3人の東の博士はどこで生まれるのかということをユダヤの王に聞きに行きました。ヘロデに聞きに行きました。ヘロデというのはその時とても残酷ということでローマ人でさえも知っていました。ヘロデの子供よりも豚の方がいいと世界中に知られたことでした。ところで、でもこの3人の博士たちはおそらく知っていたにもかかわらずヘロデの友達にどうしたらいいんですかと、そして正しい情報を得ました。ヘロデには何かの陰謀があったのですけども、しかし正しい情報を得ました。私たちはその密接に従って特に聖ヨゼフの信心を答えたいと思っています。もう一つは私たちはファチマの信心をよくやろうとしています。天使の祈りやファチマの天使の祈りやあるいは発動の信心あるいはロザレの信心をたくさんやろうとしています。やっています。お恵みによって。ところで、つい最近は聖ピオ10世会の総長がロザリオの十字軍も開始しました。ロザリオをたくさんしなさいと。特に今日ミサが自由に下げられるようにそれを今やってるところですけども、つまりこれは私たちはファチマの信心をやっていているんですけども、ちょうどファチマの最後のご出現の時に1917年の10月13日には太陽の奇跡が起こって、そこで聖家族が現れて聖ヨゼフが私たちを祝福されました。これはとても密接的で私たちの今現代にも当てはまることだと思います。聖ヨゼフはきっと太陽の奇跡を行いたいと思っているんだと思います。普遍教会において全世界におけるカトリック教会において聖殿の信仰、聖殿のミサ、聖殿の秘跡、聖殿の公共よりそれをもう一度復興させるために特別の祝福を与えたいと思っているんだと思います。ですから皆さん これから来たる、1年聖ヨゼフに対する信心をますます実践することにいたしましょう。そして良い、お年を迎えてくださるようにお祈りします。聖ヨゼフ我らのために祈りたまえ。父と子と聖霊との御名によってアメン。